早前播出的日劇《天國與地獄：瘋狂的二人》贏盡口碑，主演之一的高橋一生飾演初創企業社長，頭腦聰明，無時無刻都保持冷靜，很多人都大讚他演技了得。最近高橋獲邀為隱形眼鏡品牌拍廣告，廣告入面他演一名研究所所長，但性格就跟劇入面的社長大不同了。結構監督さんがアドリブを OK してくださるんで、あんまり僕アドリブをする方ではないんですけれど、なんだかカメラの向こう側で笑ってくださってたんで、図に乗ってると思いますね。はい。現場に来て監督に演出をしていただくまでは、自分の所長としてのその人格形成がうまくいってなかったんですね、多分ね。もうちょい何ていうか冷静な感じのと思っていたんですけれど、実際お芝居をしてみた時に熱血な感じでっておっしゃってくださったんで、あらん限りの熱血を自分の中から出してみました。はい。高橋呢位熱血所長同一班研究員的相處非常之搞笑，不少網民睇到都話好想做佢下屬啊！集合！彼女を瞳、彼をまぶただとしよう。摩擦ゼロで目指そう。摩擦ゼロやりましょう。びっくりした。実現しましょう、所長。やろう。やりましょう。そうよ。所長。やりましょう。やりましょう。みんな。やりましょう。やりましょう。摩擦ゼロ。摩擦ゼロ目指しましょう。目指しましょう。所長。頼もしい部下を持って。僕は。こういうことですよね。そう。もうちょっと早い方がいい。もうちょっと早い。うん。そうそう。もっと滑らかにいくといい。そう。それそれ。そうだ。これですね。そうそう。いいね。失礼。指示を。高橋出道多年，虽然代表作唔多，但佢一直坚持演戏，因为呢样嘢对佢嚟讲系最热血噶。でもずっとですね。中してるもうお芝居なんでしょうね。もうお芝居してる時はやっぱり熱中してるんだと思いますけどね。はい。それぐらいですかね。熱中することってあんまり他は考えつかないですね。はい。じゃあ今日もかなり熱中度合いは。熱中度合いは熱血度合いはあるんじゃないですかね。はい。